経済はデフレ脱却に向けたプロセスにおいて今
まさに正念場、クリティカルモーメントにあると言えます。2014年10月には追加の量的緩和を実施、そして今週29日、 2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現するため、マイナス金利付き量的質的金融緩和を導入することを賛成多数で決定いたしました。量的緩和は現状を維持しながら新たな策を打ち出しました。それがマイナス金利です。マイナス金利についてはですね、プラス面とマイナス面と色々あると思います。こういうのに対してのはマイナス金利ということを具体的に考えということはございません。実は今月21日、国会でマイナス金利は考えていないと明言。それからわずか8日後に年初ラインですね、金融市場のかなり大きな変動、不安定さ、まあ、その背景、としてですね、中国をはじめとする新興国、資源国経済に対する先行き不透明感などがあったというふうに言われていますけれども、そういうことが日本の企業マインド、あるいは人々のデフレマインドからの脱却というものに対してマイナスの影響を及ぼす恐れがですね、高まっているということでありまして、今回のマイナス金利付き量的質的金融緩和を導入したということであります。そしてこんな弁明も、マイナス金利を導入して、まあ、これが国際会議などの量的拡大が限界に達したということでは全くありません。マイナス金利の導入と同時に日銀はもう一つ重要な発表をしています。2016年度後半頃としていた物価上昇目標の達成時期を2017年度前半頃に後ずれさせたのです。量的金利とですね、3つの次元のオプションがあるわけですので、引き続きですね、必要になれば躊躇なく、そういった活用してですね、2% の物価安定目標できるだけ早期に実現するという目標にですね、邁進してまいりたい。ここからは東山リサーチの代表取締役社長加藤いずるさんに加わっていただきます。よろしくお願いします。加藤さん、非常にお気づきしてくださいマイナス金利